スポーツ選手でね、だからまだ現役で頑張ってる人ですけど、まあ、還暦を迎えてるんですけどね。そういう人を紹介します。で、これはアーチェリーっていうね、競技があるんですよ。弓ね。オリンピックなんかでありますけど、見たことあるでしょ？ニュースかなんかね。見たことあります。あれ、どういう風になってるのかって知ってますか？日本の弓の場合はさ、こう的に当たればいいわけですけどね。あれもなんか点数制になっててるんですけどね。まあそういうアーチェリーという分野をね、極めた人です。これ資料がありますけどね。この顔はご存知ですよ。よくテレビで見ます。そうですよね。で、この人ね、日体大の先生なんですよ。日本体育大学の先生。日体大の教授をまだやってるんですけどね。で、アーチェリーって何かというとね、これ16世紀にイギリスで盛んになったらしいんですけど、日本はね、1950年代の後半から、戦後を入ってきて、競技なんだけど、これね、自分をね、コントロールしなきゃいけないらしいんですよ。いつも冷静に。で、1点、2点を争う競技なんですね。だから余裕、心の余裕が重要なんだって。そう、もう一つはね、ハンディとか、年齢のハンディはあんまないので、教えてる学生と一緒に競技に出るんですって。で、それどっちが勝つかわかんないんですって。ただし彼はね、教えてる学生とやった時でもね、その場所に立つとね、神聖な感じになってくるね。神聖な感じでね、やっていくと。まあそういう競技らしいんですよ。で、この山本はね、アーチェリーが入ってきて、初期からずっとやってる、スターなんて時にね、たまたま、アーチェリーやってるとこ行ったんですって。そしたらね、普通ほら、野球でも弓でもそうですけどね、行くとほら、下積みから入るでしょ。球広いから。そこはね、アーチェリーって新しいスポーツだったから、歓迎するんですよ。ね、ウェルカム。それからすぐやってくれ、やれって言われるけど。で、打ってみるわけね。で、打ったらね、前に飛んだらしいんですよ。ほんで、始めたらしい。で、中学で大活躍。で、高校でも活躍してね。まあ、これは日本のまあ、高校生の中で一番をずっと続けるわけね。ところがね、これはプロとしてはないわけよね。アーチェリーをやり、っていうのは、これ余儀でしかないわけよね。だから仕事があってアーチェリーでしょ。仕事としてはね、日体大を出て、まあ日体大の先生になっていくわけね。今は日体大の教授兼現役選手。教授で現役選手はあまりいないよ。そうですね。もうね、60超えてんの。でね、現役保つためにどうしてるかというとね、年間30試合ぐらいね、出るんだって。ということはね、おそらくね、毎週、まあ、月金で大学先生でしょ？土日は、試合に出てるでしょ？そういう生活をずっとやってるわけ、この人。それそうだでけでもす。すごいなと思いませんか？休みが調ないべでたすらね、休みない。アーチャーって言うんです。アーチェリーやる人。東野圭、これは小説家で有名な人ね。安倍晋三。安倍総理もアーチェリーやったんだね。だから所ジョージ。所ジョージは拓大の、アーチェリー部ですそうなんですよ。こういうね、人が、意外な人を発見しました。調べたら。で、面白いのはね、この人はオリンピックが1972年から選手科目なんですね。彼はね、大学生の時に出れるわけよね。大学3年生かな。その時にね、1984年にロスアンゼルスのオリンピックがあるわけ。それで銅メダル取っちゃうんですよ。大学3年生。20歳か21でしょ。ところがその後はね、ソウルオリンピック8位、バルセロナ17位、アトランタオリンピック19位。これ30代は全然勝てないわけね。なぜでしょうか？なぜ、ああ。それをね、それを彼はいろいろ言ってるわけ、後で言うけどね。その時は分かんないわけですよ。一生懸命やってんだけど勝てないなと思ってるんだね。
ところがね、2004年のね、アテネオリンピック。これでね、銀メダルを取るんですよ。すごいですね。でね、この時有名なんで、41歳。中年の星って。でね、最近ね、私、ラジオのね、午後カフェってやつがあって、NHK 午後カフェ。で、これをね、たまたま聞いてたらね、そのこと言ってました。いくらやっても分かんなかったんだけどね。はい。アテネの時はね、あと1点差か2点差で、どちらかつか分かんなかったなって。その時にね、いろいろ考えずにね、運に任せようと。で、直感でね、狙ったんだ、直感で。そしたらね、風がいいなって言うんです。そしたら当たったっていうのはね。で、まあいろんな曲があるんですけど、まあ、中年の詩で言われたのね。ただその後はね、その時ね、20年かけて、銅が銀になったんで、あと20年かけて金メダル目指しますと言ったんですよ、インタビューで。僕らその2009年以来ね、世界に入って行ってないんですよ。で、北京も落選して。で、パリ、今度パリからでしょ、来年。パリオリンピック。はいはい、あれも落選して、落ちてるんですよ。代表に入れないわけね。ということでね、はい、やったわけ。で、その間ね、はい、何やったかというと、もともと教員志望だったんだけど、はい、2013年に引退の教授になるわけね。でね、偉いのはね、2015年にね、医学博士になるんですよ。すごいですね。これ、弘前大学に通ってね、それで要するに、アーチェリーを含めたね、スポーツマネジメントの医学論文を書いて博士になるわけ。ああ。ずっと努力してるわけね。へえ。で、ラジオのインタビュー聞いてるとね、あ、これいい先生だったなぁとわかるようなね、こと言いますよ。だから学生にとってはとってもいい先生。人柄も良さそうなんで、ベストファーザー賞もらったりしてるわけね。へえ。で、次はパリオリンピックでしょ。その4年後はね、ロサンゼルスオリンピックなんだって、決まってんだって。あ、そうなんですか。うん。ということはね、44年ぶりに、ロサンゼルスに戻ったわけ、オリンピックがね。そうでしょ。計算したの。それにね、挑戦したいと。ああ、すごいね。66歳です。ええー。モデルかなと思うじゃない。そしたら、はい、なんかモデル予感がするんですよねって言ってんの。ああ、すごい。じゃあ、金メダル取るんですかって言ったらね、いや、金メダルかどうかともかく、まあ、モデル気がすると。で、むしろね、メダルよりもね、アーチェリーという競技を極めたい感じがしてきてる。という味のあること言ってましたよ。アーチェリー道みたいなのがあるんでしょうかね。なるほど。相撲道とか、剣道みたいなね。アーチェリー道を極めていきたいと思ってますっていうことだね。だから、アーチェリーという競技は、この人を得たことは非常に大きいよね。そうですね。その前にはね、スターはいないんですよ。その後にはいろんな人が出てるのね。なおかつこの人が、まずトップランクで、まずは活躍してるわけですよ。でね、彼は、ね、言葉を大事にしてるって言いました。このラジオで言葉を大事にしてる。へぇー。でね、なんか自分にかける言葉でをいつも探してんだと。で、それはね、良ければね、人にも影響があるんじゃないかと。いうこと言ったよね。座右の銘ってあるでしょ。あなた座右の銘ってある？大事にしてる言葉、座右の銘。ないです。ないの？持ったらいいかな。はい。座右の銘って何かというとね、僕が知ってるので言うと、宮本武蔵はね、ことにおいて後悔せずって。すごいでしょ。自分は何やる場合でも後悔は しないと。ないなと思うじゃないですか。これは、ね、ある人はこう言ってたね。我ことにおいて後悔せずと言った武蔵はよっぽど後悔したところに違いないってわけ。ああ。そっちが当たってるかなと。
ああ、そうかもしれないですね。自分にできないことをね、言うんじゃないかなって感じもあるんですよ。ああ。だから自分に言い聞かせてるじゃないですか。常に。ええ、それが座右の銘だと思ったらいいんじゃないかな。だから、私はこう生きてますっていうよりも、ね、ええ。こうありたいっていうものを常に意識してやったらいいんじゃないかなって感じするんですね。で、私はね、今日も生涯に一日だって言ってね。だから、今日は大事な生涯一日なんで大事にしようということなんで、これもできてるかどうかわかんないよ。だけど、そうしたいって言ってるわけよ。それを人は勘違いして、そうやって生きてると 思い込んでるかもしれないけどね。そういう考えてるんじゃないかなって思ってるんですよ。でね、彼先生だから、先生と一緒にね、毎年ね、富士山に登るんだって。みんな迷うんだって、富士山登るかなと。したらね、君たちね、日本一に一回なってみろと。ね、普通なれないよと。で、日本一、富士山は登れるよと。言うと大体みんなね、ついてくるって言ってましたよ。ね、そう、わかるね。でね、彼、限界に追い込めば限界広がる。これもわかるんだな。限界に自分を追い込むと、限界広がるんですよね、って。つまりね、限界に行くほどみんなちゃんとやってるかってことなんじゃないかな。ね、一心不乱に、本気で、全力でやってるかっていうことなんじゃないかと思うんですね。すぐ諦め、限界だと思っちゃダメなんだと。いいまでやんなさいということを、自分に追い込んでるんだって言ってました。でね、このアーチェリーという競技では目が大事なんですよ。目が。どうしよう、的が見えないといけないから。そうですね。ところがね、目が。40過ぎてね、老眼になるんですよ。老眼に。老眼になるとなかなかうまく当たらないらしいよね。あ、そうなんですか。遠くが見えるイメージがあるんですけど。うん、なんかそうでもないみたいね。でね、彼はまたこういう工夫が好きなの。工夫が。まずメガネかける。うまくいかない。次、レーシック手術です。レーシック手術。それから、老眼のコンタクトレンズってのがあってね。それを両眼に入れたと。うまくいかないと。分かったのはね、右目だけに入れると。左目は入れないと。多分、左目はつぶってこうやるようなとこあるじゃないですか。右目っていうのは。今はいいのは、右目に老眼のコンタクトを入れると一番調子がいいって言って、そこに行ったんだって。工夫してるわけよ。こうやってニコニコ笑ってるからね。40歳の時はね、これほら、楽しそうでしょ。あーってなっちゃう。こっちはそれが20年経ってね。人柄が良くなってきてる。だけど、そうこでのす人は、ね。なんか、下の方は真剣にやってる。こういう、ものなんですよね。で、このラジオで僕ね、聞かれた言葉いくつかあってね。もしね、2028年の五輪で、うまくいったらよ。これなんて言われるでしょうね。還暦の星ですか？何ですか？そうですね。僕還は暦ね、の。それまで流行らせてね、実年の星を追うと。失念の。65そうかでらすだね。から。ね。で、どんな言葉が好きでありますかって聞いてるんです。インタビューの女性がね、東子さんっていう、僕も一度会ったことある、NHK のアナウンサーね。これはね、努力は報われないってわけ。え？努力報われないんですかって。いや、努力報われない。だから、全力で努力する。なんか、反対言ってるようだけど、なんかありますよね、これ。全力で努力して報われるとは限らないってことも言ってんのかな。だけど、その全力っていうのは本当の全力じゃないんじゃないかなって言ってんじゃないかな。ということは、努力は報われるってことを言ってる感じもするけどね。でもなんか面白いじゃないですか。ね。
そうですね。アーチェリーってね、相手との競技じゃないんだって。アーチェリーは自分の最高の記録がさえ出せれば勝てるんだって。あ、そうなんですか。だから自分との競技なんです、人もね。自分との戦いですね。だから、今、いきなり自分が出て、人生最高の点を出せば、それで金メダルなんだって。だからね、まあ、ちょっと風格違うと面白いよね。そうですね。だから人に振り回されないんだって。振り回されちゃいけないと。ね。いいですね。で、このアーチェリー人生。で、彼は大学教授と現役選手でしょ？二刀流ですよね。これも大変ですよ。そうですね。仕事をされながら、うん。試合も出られて。まあ、非常に充実してると思いますけどね。で、そうで今す。後どうしますかって聞かれてるの。そしたらね、最後まで楽しく過ごしたいと。ああ。だから、後悔をしないようにやりたいと。いうね、ことを、答えてました。だから、これね、たまたまやったアーチェリーでしょうけど、そこでやっぱり学んでるんですね。全部調べて、この教育がいいと思ってんじゃないんですよ。なんか、偶然、最初にやったものが面白くてやっちゃったとか。で、それを疑わずにずっとやってるわけね。そういうことが幸せの条件じゃないんだろうかなって感じもちょっとしますね。で、この人も結局万世力なんだなと思って。そうですよね。だん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 、ね、高校や中学では日本一だったと。で、世界の銅メダルだと。世界の金メダルだと。で、最後は、金メダル取れればいいけど、取らなくても構わないと。アーチェリー道を極めることの方が大事だと。いうことだから、まあ、まさに、万世力があるんじゃないですかね。多分このアーチェリーという競技は、この人が作ってきたので、この人の言葉とか、やり方とかがあると、ね、標準になっていくでしょう、多分ね。そうすると、このモデルがいるからね、自分も高校や、中学先生になって、で、アーチェリー部を作って、現役選手でやっていきたいと思う人が現れるかもしれないね。そうですね。あるいは大学の先生になると思うかもしれないね。そういう人がいるということで、非常に大きな影響を与える人ですよ。もう一つは、こう、中年の星として非常に人気出たわけね。テレビや、新聞でよく出たんですよ。40代になって、みんなそろそろ疲れたなと思ってる時に、ね、オリンピックで銀メダル取ったのか、ということで、40代の人がみんな元気になったって言われてるね。もし今回、2008年、2028年か。だから10、あと5年後か。後に、これ出ただけでもそうだけど、金メダルを取ったらね、どうなりますか？日本の高齢化社会に圧倒的な影響を及ぼすじゃないですか。そうですね。どうです？どう思います？本当に日本が元気になるような気がします。ねえ、この人の人生どうですか？素晴らしいですね。アーチェリーというまだよく知られていない時に始められて、で、一生懸命取り組んだ結果、本当にアーチェリーの普及にも役立つことになって、で、スポーツだけじゃなくて、生き方そのものも結果を求めず一生懸命頑張るということを大切にした人生でも参考になります。中年の星、実年の星だと思います。そうですね。まあ、だから、まあ、偉い人たくさんいるんですけど、こういうね、なんていうかな、遅咲きと言っていいかわかんない、万世の人ですよね。大器は万世する、大器万世って言うんだけど、だんだん人間が大きくなっていくってかな。ね、それに応じて影響力もだんだん大きくなっていくっていうかな。
そういう感じがありますね。そうですね。だから、まあ、我々はそうじゃないけども、そういうことを目指していくっていうこともいいんじゃないかなと思ってるので、まあ、この人なんかも同世代とかね、彼と同世代の人たち、還暦ぐらいの人たちにも勇気を与えるんじゃないでしょうかね。そうやっていい影響を与える人を僕は偉い人と呼んでるんですけどね。この人なんかも間違いなく、まあ、偉い人なんじゃないかなというふうに思ってるので、まあ、彼の書いた本なんかもう一回読んでみたいなと思いますよね。はい。これからが本当に楽しみな方ですね。そうですね。はい。じゃあ今日はこれで終わります。